はい、格闘タクニュースゾウの雑博です。今回は今週の週刊格闘ニュースランキング発表についてです。まず5位です。5位がマサト平田いつきに激おこについてです。 K1 のレジェンドマサトさんがエロテロリスト平田いつきちゃんに激おこぷんぷん丸でした。平田いつきちゃんは1のペーパービューイベントにおいて3回目の計量失敗し、これまで2回は相手が了承し試合ができ勝ってたのですが、今回は相手のハムソギちゃんが断ったため試合自体がなくなるという大失態です。これについてレジェンドマサトさんが激おこぷんぷん丸でプロ失格だと断罪していました。僕もその通りだと思うのですが、平田いつきちゃんは9試合中3試合デブで計量失敗し、1試合体調不良で欠席しているのです。9試合中4試合やらかしているので、もうプロ失格と言われて当然でしょう。もともと K クランという横田さんのところで練習してたのですが、すぐにフリーになってしまい、大沢健二さんのところ2期すぐに辞め、今度は性欲七光アーセンと付き合うことになり、クレイジービーで練習するようになりました。このように性欲でジムを選んだのがエロテロリスト平田いつきちゃんなのです。というのも K クランというのは厳しい朝練があり、それを毎日こなすのが厳しく、おそらく楽な方に行ってしまったのでしょう。最後はセフレがいるところに収まった形です。今後もこのようなことが続くようであれば、おそらくまた計量失敗のデブテロリストとなってしまいます。であればもう格闘技を計量性のある競技をやめてしまい、我らのキングレーナーと一緒に女子プロに入り、デブテロリストのタッグチームとして川口プロレスでも出ればいいのではないでしょうか。次に第4位です。4位がドミネーター不倫発覚についてです。我らの色白持ち肌ポメラニアンより可愛い平本蓮君と戦ってくれたドミネーターサトシ選手ですが、なんと不倫の発覚がありました。ドミネーターサトシ選手は筑波大学大学院卒業で一流企業に勤め、マイホームパパで子供までいますにも関わらず匂わせ対抗をしたのです。なんとパン屋もしくは喫茶店でバイトしたいということでした。これは確実に我らの松尾万内にの可愛すぎる万内里奈との交際匂わせでしょう。絶対違います。次3位に行きます。3位、雷神巨額詐欺事件発覚についてです。我らの MMA キックボクシングママ活朝活の四刀流ファイター鈴木千尋と関係があったと言われる詐欺おばさんがまたまたやらかしてしまいました。詐欺おばさんは巨額詐欺事件で逮捕されたものの、今度は銀行から貸金庫から1億5000万盗難したということで再逮捕されてしまったのです。このような巨額詐欺巨額盗難ですが、そのうち4億5000万がライジントリガーでスポンサー料として払われたそうです。鈴木チームばっかりがママ活として取り上げられてますが、一番悪質なのは子供ホスト有志です。140センチぐらいの4頭身にもかかわらず、格闘家でもないにもかかわらず、ライジンに3試合もで、しかもプレパレーションというドキュメントまで取られました。これはなぜでしょうか。簡単な話です。詐欺おばさんが経営するポテンシャルという会社があり、そこに所属してたのが子供ホスト有志なのです。ですのでただただお金の力で格闘家でもない元ホストが試合に出、3試合までドキュメントまで作られたのです。ですので全く格闘家ではないただのチビホストですので、今後格闘技界には関わってほしくないものです。できればブレイキングダウンの入場係としてダンサーとして白いブリーフ一丁からやり直してほしいと思います。勝手にしてください。次2位です。平本蓮驚愕の事実発覚についてです。我らの色白持ち肌ポメラニアンより可愛い平本の蓮くんですが、なんと今シンガポールにいるそうです。そしてシンガポールでよくアイドルと間違えられそうです。声かけられアイドルではないかと聞かれるみたいです。おそらくアジアでは今 K-POP がめちゃめちゃ人気なので、蓮くんも K-POP アイドルと間違えられているのではないでしょうか。あまり知らないんですが、BTS や東方神起、超ヨンピルみたいな韓国のアイドルと間違えられると思います。まだ平本蓮君は格闘家としては4戦しかやってませんが、これからどんどん強くなり、国際的な人気になり、今度はユンピョーやサムファンキンポーと間違えられるぐらい偉大なアイドルになってほしいものです。応援しています。そして堂々の1位です。1位はやはりオギチャンネル快挙達成です。なんとオギチャンネルがハーゲンダッツを食いまくったそうです。再生数も385回と記録を樹立しました。勝手にしてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。明日10時からライブ配信ご覧ください。それではさよなら。